さあ今回やってみたいレースがこちらです。戸田の初日1レースになっております。今日から開催される G3、 はい、もう SG の前の、もう最後の期になります。さあここですね、モーター出ていないというか、まあちょっと良くないぐらいな感じのモーターが、5号艇の井川選手の30号機の、はい、前節ですね、大山千尋選手が乗ったんですけれども、まあ着を取れてないというところ、一着率 14% のモーターです。前々節、その前ぐらいにやっと輸出優勝したというモーターですね。あとはですね、3号艇の僕のいつも外し対象にしている関根選手、もう最近はね、もう結構いい着取りをしているので買ってはいないんですけども、まあ戸田が地元でもありますので、この、23号機、前節小野聖奈選手が乗ってたんで、これモーター結構いいモーターになっておりますという編成ですね。はい、ここですね、1号艇の板倉選手がインコースの1着率が半年に 25% ぐらい、さあどう出るかと。ただ頭取るのがね、どの選手なのかっていうのがちょっと悩むところですね。さあそれでですね、ここ展開的になんですけれども、2つ考えられます。1つはですね、1号艇の板倉選手がインコース半年ですね、今 20% です。はい、で3コースの関根選手は23号機小野聖奈選手が前節乗ってたモーター、まあいいモーターでもあるんですけれども、やっぱ S 缶スタート缶がまあ地元の時でも遅れることもありますので、そこも僕は一応考えたいと思います。なので4のまくり、そこからの展開が一つ、あともう一つは横一線になった時という展開ですね。なので今回僕買い目をこんな感じにしてみました。一つ目の展開はまあ、横一線の場合ですね。2コースの新田選手は2コースから1着取っておりません。で、ほとんど新田選手が2号艇にいるときは、外前下選手が勝ってるという状況です。か、逃げるか。なので、まくりに来た選手に対して、あんまり張りに行く選手ではないのかなということを予想した上で、1、3、1、4という目で勝ってみました。で、もう一つはですね、4号艇の柴田選手、手にした9号機、前節、宇都選手が乗ってたんですけども、モーター的にはいいモーターでもあります。そして4コースの1着率が柴田選手は高いというところもありますし、結構まくりで勝ってることが多いので握っていくかなという展開となると、まくり差しも 5、6 考えたんですけれども、新田選手があまり握らない選手っていうのもあるので、うちガチガチになってくれば、まあ普通にまくりで決定かなっていうところで勝ってきました。計12点の3000で勝負していきたいと思います。あと余談なんですけれども、戸田の場合、初日1レース、だいたい1、2で売れるんですよね。はい、これあるあるなんですけれども、まあ、とりあえず1から買おう、朝1だから、初日だし、っていうところがすごくあるんで、ちゃんと考えれば、これ1負ける可能性僕はなくはないかな、と思っておりますので、美味しいオッズレース、初日の戸田1レース、他場のモーニングの A 級選抜、を1号艇に乗せてる試合でもないので、まあ余談なんですけれども、そういったことが多いというのが僕の体感的にあるので、その辺を狙ってみたいと思います。それではレースの方見ていきましょう。さあレースが始まりました。まあ枠なりになっております。はい、1レース初日戸田。はい、まあさっき別件で言ったんですけれども、まあ1号1レース、初日1レースは、1から買われる説。これちゃんと考えれば美味しいオッズ取れるというところでね、結構僕は狙ってるんですけども、戸田は特にね、ありますからね。ちょっとその辺見ていきたいと思います。さあ、今回モーター注目は、まあ、買いモーターで5号艇の井川選手、前節大山選手がね、結構ね、ターン負けするところがあったので、うんって感じですよね。まあ、結構使ってるモーターでもあるのに、まあ、前節ぐらいに、まあ、地元選手が、まあ、節間で優勝したと、やっと優勝して輸出したという形ですね。まあ、あとは、まあ、3号艇の関根選手ですよね、よく出るんですけども、まあ、スタート最近全然遅れないので、まあ、一直線あるかなと思ったんだけど、まあ、板倉選手のインコースの1着率を見ると、ちょっとね、怖いなっていうところはありましたね。これ、関根選手、ちょっとへこんだな。よ。あ、4先前あるな、これ。刺さんないか。これは届くか。届け。よし、届いた。よし。でも飛んでこない。ああ。
井川選手も悪くないですね。2、4。はい、2、4ですね。まあ、先まくりされちゃいましたね。1の板倉選手もちょっと遅れましたね。先前、そこはちょっと予想できなかったな。差し想定で、まあ、行くとなると、まあ、一家は、新田選手のモーターも、実は下位モーターではあるんですけども、どうですかね。まあ、板倉選手の方が出てなかったから、先にまくれたのかなっていう感じはありました。ただ、まあ、柴田選手の9号系、これ、前節、宇都選手を乗ってたモーターは伸びよくて、まあ、刺したんですけどね。もうちょっと腕の差が出たんですかね。新田選手は A2 選手でもありますし、まあ整備校舎だったりとかすると、まあその辺、まあでもこれで腕の差なのかなとは思うんですけどね。ちょっと美味しい。あとまあ5コースの井川選手、まあこの感じを見ると、まあ4がまくりに行ったのでね、着取りは。ありましたけどね。という形でした。はい、2、4、5でした。戸田初日1レース、荒れる説。はい、立証ですかね。はい、別件ですけども。ということで、4号艇の柴田選手の9号機もまくっていったという形ですね。ただ、まあ、関根選手がへこんだというところがあるので、まくれたのかなと思います。関根選手も別に23号機は出てないわけではないんですけども。あと、下位モーターの井川選手に関しては、まあ、4まくりからの3着取り、まあ、あるかなと思うので、まあ、ちょっと素性は分かんないんですけどね、この後追っかけていきたいと思っております。9450円ということで、まあ、いいオーツになりましたね。はい。次回はですね、4コースに A 級選手、あとは B1 選手というレース、その A1 選手の乗るモーターが、ちょっと普通のモーターっていうところがあるので、一波乱あるかなというレースを見せていきたいと思います。はい、それではこの後シリーズ投げでお楽しみください。さあ今日もやってまいりました、トレジャービンゴー。今日のプレイヤーはこちらです。あ、どうも、青森からやってきました木上です。よろしくお願いします。携帯持ってなくてテレポートから買えないので、今日このレースが荒れる感じがしたのでここに来ました。よろしくお願いします。今日僕が選んだレースはこちらです。はい、芦屋の3レース、これ予選になっております。はい、ここはまあ注目は平尾選手がいるというところですね。まくりで有名な、はい、でただまあ内から売れてるという形です。しかもモーターがここはもう5人、 1,2,3,4,5、5人モーター出てるというところで、面白いレースだなと思ってこのレースを選んでみました。ただ波乱含みなのかなと思っております。一応ですね、1,3の目でまあ売れているんですけども、 1,3,5 ですね。はい、ここね、4コースの関野選手、これ B2、 喫水の B2 選手で、僕よく目をつけてる選手なんですけども、この選手かなり懲罰モーター持ってるんですよね。でこの関野選手の特徴はスタートがドカ遅れ、あとターンが流れるというところなんですけども、ワンチャンモーターいいので差し回りになる展開に今回なるので、平尾選手がと思っておるので、着ないあるかなと思って買い目をですね、1着が3の平尾選手のまくりで、もう一つはまくり雑誌の目5、そして軸が2で、チャンス目4ですね。そこでやってみたいと思います。はい。で、ここね、内野選手、2号艇の内野選手もモーター出ているので、これ、後藤選手から売れてるんですけど、モーター出てて。これね、まあ、もしかしたら2と3、どっちもスタート切れるんで、行くんじゃないかと、いうことです。あと5がね、時価っていうのもあるんで、2が、4がへこむんで。やばい、揃った。平尾選手、頼む。がっつり行ってくれ。よし、絞れ。よっしゃ、いいよ。このチャンスはいいよ。オッケー、来た。2。まずい。マジか。これ6とか来たらやばいことになるな。やられた。いや、これ、人気どころなんですよね。いや、モーターいいから残りましたね。
僅差の2番手3号艇。いやこれもう無理だろうな。うわしかも平尾選手2番手まだほとんど追いついてる。5号艇浜崎の懐にへさき入れようと3号艇の平尾追いついた。これでもうオッズがもう全然になりましたね。3号艇の平尾がこじ開けて先に回る。差し返す5号艇の浜崎。今度はいやーきつい。前に出ました。3号艇の平尾惜しくも。いや強引に行くとこまではね良かったんですけどね。先頭2番手まだ定冠は。あ、ただ平尾選手モーター出てるので途中抜かされちゃいましたね。巻き差しの目はいいと思うんですけど、まあでも豪山でもあんまついてないんですよね実際。おおしょしょ、うちの選手頑張れ。なんとかいければ。いや無理だな。いやー展開沿ってくれたのに一個ずつちょっと歯車が合わなかったですね。抵抗してうまいこと抵抗してギリ残しましたよね後藤選手も。くそー、このキス号のボックスはもうかなり売れてたんで全然つかないと思います。1からね。はい、全然つかない。まあ狙うレースっていうのはやっぱこういうちょっと一つでも歯車が全部ね全部噛み合えばというところなんでね。まあ悔しいです。はい、3号1位でした。まくり差し入ったところを抜きですね。これはワンちゃん2位がね来て残って1がいなくなるかなと思ったんですけどね。あれ3番人気、まあ奇数後手でねボックスで売れておりましたし平尾選手ですからね。ということで外れました。支配人の方お金返してもらえない。お金を返すわけねえだろ。いやそんな強く言わなくても早く帰れ。ちょっと待ってください。早く帰れこの野郎。本当にすいません皆さん、変なところお見せしましたね。ということで今回は残念でした。金麗さんもう来ないでください。では次回のトレジャービンゴまたお楽しみください。